はい、保さん、こんにちは。譜面 YouTuber、タカです。さあ、気になるとこ百236話ですね。236話です。よろしくお願いします。えー、前回は、後悔を恐れず死闘の日々っていうね、こうなんか、なんだろう。剣士郎、剣士郎未成期末みたいなね。中国、中国ですかね。中国の,のかな地元中国一回行ったことあるんですけどね。 しようかな, <laughs> ち<ょっ>と <laughs> なんかすごい、すごい写真だなと思ったんですけどね。すごい、なんかすごいですね。すごい。はい、ということで、えっと、ここ、最近気になる男だよね。後悔っていうテーマでずっとやってるかなと思うんですね。確か、と、前回が、 後悔をあ今回がね後悔を恐れず死闘の日々っていうことでその前は後悔する人生みたいな,なんか後悔に対して、まあ、すごく今お話をいろいろしてるのかなと思ったりもしてるんですけれどもで自分はこのお話を受けてですねえっ、ー、とはい、えー、やっぱ行動したらその気づける後悔がたくさんあるっていうところに 今回、そこがなんかあるなぁと思ってて、まあ、前回のお話だと後悔、ね、に対してすごくそのんなんなんうんと何て言うんですかね後悔、まあ、はその必ずもう残るっていうお話を。 していただいたただと思うんですけどもうそれを受けてその行動したらまあ気付ける後悔ってたくさんあるよなって思っててあっちまったみたいなね、まあ、や,やらなかったら後悔が残らないんでそのあこの先かこの先でその行動しなかったらああ行動してからよかったなーで終わっちゃうのかなと思ってて。 この一言しか感じられないなと。ああ、もしかしてあれやったらこうなる、こうなったのかもしれないなっていう頭の中の想像で、まあ想像力だけではあるんですけど、行動したら、その分その想像力あら、次に行かない。よいしょ。んあった。えー、その行動したら、うんと、行動した分だけ、いろんなその経験値だったり自分の中にたまるんで、でも、これをやってればよかったかもしらんとか、あれをやっていればよかったなとか、 あそもそもそこれ判断ミスじゃんみたいなうんそれ以外にもなんかああもしかしたらあそこでしくじったのかなみたいな、まあ、うまくいくことになんてほとんど少ないんでそこであ,あれかなこれかなあれかなっていろいろ考えることが、まあ、後悔のパターンがむちゃむちゃ増えるみたいな。 いうとところにななるのかなと思ったんですよね先ほどもこう言ったようにその行動してなかったらその行動しておけばよかったあこのこうなったかもしれないなああなったかもしれないなっていう願望で終わっちゃうんですけどやったらそのやった時のいろんな実体験に基づいていろんなそのまただから思考の,その後悔のパターンが全然違うのかなと思ったんですねでそもそもその目標とか夢とかもやりたいこと、まあ、お金を稼ぎたい もっと稼ぎたいもっともっと稼ぎたいっていうところでやっぱ一回じゃうまくいかないっていうところはあると思っていて、まあ、すぐにねうまくいけばそれはもう大万歳で手を挙げて喜べばいいんですけどでうまくいかなかった場合って、まあ、あの手この手、まあ、その手もう本当に次々にこう手を繰り出していってどうやったらうまくいくのかなみたいなことをこうあらゆる試行錯誤して、まあ、自分の中でなかったらもう人に聞いたりしてそれで、まあ、やっていくしかないのかなと思って。 思ってるんですけどその後悔にその気づかないまま終わってしまう人生悪い見幸せかもしれないっていうところはこのあの前回お話ししていただいた間表現があの悪いかもしれないけどその知的障害者っていう、まあ、感じれないままうんそのバカ自分がバカにされてることすら気づかないっていう人と 軽度で少しそこは気づいちゃうんだけどみたいなでもうまくいかねえみたいな言う人のお二人の例を出していただいたと思うんですけど、まあ、どっちが幸せかっていうところでもあるなあっていうのはすごく考えさせられててで気づかないままその終わるまあ 表現ちょっとこれいいのか分かんないバカは幸せみたいなバカバカなまま死ぬのは幸せなのかなと一生思ったりしてでもそのそういう人ってあんまり考えないんじゃないかなと思ったんですよね要はそのもっとそのお金を稼ぎたいとかもっと人生を良くしたいとかもっとなんか今のその状態が屈辱屈辱とか言わないですか今の状態がなんかもう何とかしたいんで何とか何とかなら何とかしたいですみたいないうところって思わないから まあ、ある意味幸せなのかなと思うんですけど感じるからこそ、まあ、人間っていうかもしれないですけど後悔にその気づかなければ、まあ、今の人生ってその変わらずに、まあ、そのまま継続してしまう人生これははから見たらそうでそうなんですけどそ,のそこは気づいている人あ辛いな苦しいな買いたいなって思っていたらっていうですね思っていたらですよね本当ににここってすごくなんかちょっと深いなと思ったんですけど 後悔にその気づかない人気づかない人はもうそのままねしょうがないっていうかそもそも後悔すらしてないんでその分かんないんですけどじゃあ後悔しましたとだから後悔したけど今度は行動を起こせない人これもこうなっちゃうんですね結局行動を気づかければその人生が何も変わらずにそのまま継続してしまう現実ってだからふりの意味にこれ捉えられるんじゃないかなと思ってこの文章がまあ自分で書いた書いたものなんですけど気づかない ければそのまま行っちゃうでも気づいてもそのままいっちゃうみたいな何も行動を起こさなければで深いやっぱり後悔するっていうのって結構なんかやったら気づくんじゃないかなと思ってやらなかったらそのさっきも言ったようにやりゃよかったっていう一言で終わっちゃうんですけどやったらやっぱりこういろいろ。 深く傷ついたり、絶望したり、途方に暮れたらあと恥ずかしかったりとか、もうなんか逃げ出したくなったりとか、あと自分の無力さとかを知ったり、あと無自覚さっていうか自分のなんだ、無理解、理,理解があまりに少ないみたいな、うん、なんか考えが、思考が低すぎるみたいな、なんかそういうのがいろいろこう見えてきて、まあ、自分の弱さっていうか自分の底の浅さがもう嫌でもこう、 突きつけられるなと思っていて、まあ、そこでその、まあ、もう撤退するからもうやめちゃうかみたいな、それで戦うでもそれでもね、なんかその自分の、やっぱなんかこう、心をたぎるというか、まだここで諦めんぞみたいなものがあって、そこからどうするかっていう、また二択になってくるのかなと思ったんですけど、まあ、そこで、えー、ここでキャプテン・ハーロックの名言は一つということで、 これですね、誰のためでもない俺の胸の中にあるもののためにだけ戦うのだっていうねこの強い言葉あると思うんですけど本当に強いですよねこれ本当に、うん、だからそのやっぱ結構その後悔っていうところを感じていると後悔をこれ超えてる気がしててこれを言うっていうところももうもはや自分のためっていうまあ自分のためっていうかなんか 譲れないいもののためにこう戦い続けるっていうちょっと後悔から話はちょっとずれてるかもしれないんですけどでその後悔を避けるのも一つの生き方でしょうというところでしたけどで避けたいんだけど結局何を選択しても結局後悔してしまうみたいな後悔残っちゃうんだよねっていうところをであればもうこれもうどうしようもないっちゅうかもう <laughs> 避,けれない避けれないんじゃないかっていう。 うん、どっちをどれを選択しても駄目ならもうや、ね、どっちの後悔取りますかって話になるかなっていうところで、まあ、今不安定な時代に突入してますとでこれをチャンスと見るか厳しい時代に入ったと見るか、まあ、普通の人はねもう普通の人っていうか、ね、もう厳しい時代に入ってるっていうのは分かりきってんでもう辛いっていうかどうしたらいいんだってこうなんかこうもう。 惑う惑うってねなんですかねこうこう,うわーってうわーってこうなってなんかどうしたらいいんだーってこういう人がなんかあぶれているような気がすごいしないとする人もいるしもう別にもう完全に諦める人もいるのかなと思っててまあ諦めた方が楽なのかもしれないですけどねなんか今正月だからもううわーってこう騒いでうわー <laughs> 騒いで <laughs> そして平日になったらまたきっちりこう頑張るみたいなうんしょうがないかっつって諦めるのかいやなんかなんとかならんかなっつってこう あがくみたいな、うん本当どっち、どっちの選択を取るかっていうのもまた考えるとこで,で思考の変化もお話ししていただいたかなと思っててあの稼げない状態から一気に稼げだ状態になる、まあ、これが一番幸せベリーハッピー <laughs> 素晴らしいことですけどでもこれも自体も不安定な一つの要素ですよってことでしたよね。えー、そして真実、誰が、 誰誰かかがが稼稼げげていいるととうことはななくなってくるつまり自分が稼げるようになったってことは誰かが稼げてない人がいる裏でいるかもしれないというところの真実があるんですよと。となると、まあ、不安定っていう時代はあ今稼げてたとしてよし稼げるようになったぞっつってもまた一気に転落することも当然起きますよと、まあ、これが不安定の断りなんじゃないかっていうのがね前回の235話で出てきたんじゃないかと思うんですけど。 そこでやっぱり、えー、後悔を、の連続をどう生かすか。後悔の連続、これ最後のスライドなんですけど、後悔の連続をどう生かすか。そのまま悲しみに暮れたままなのかと、それをマイナス資産をプラス資産に変えて、まあ要は涙を金に変えて、涙を金に変えて、えー、再起して、生き抜いて、まあ YouTube で言うとこうやって、なんかもう発信しまくって、うわーみたいな、もうた,たまらんみたいな、ちょっとわかんないですけど、<laughs> なんかね、それでもこう、生き抜くみたいな。 もう一度やるもう一度頑張るみたいないうところがやっぱ人生なのかと思うしまあ自分次第そこも自分自は己次第そしてどういう,、ね、もう守るものがあるのかとかそういう背景になっていくのかっていうところでやっぱりねここ結局そのこのサムネになるんですけど、まあ、後悔を折れず死闘の日々っていうことで本当にこのその日々に対してどう自分が対して アプローチしていくか別に何も感じなければ多分後悔っていう後悔してああ後悔もうね残念だったないだ終わっちゃうんですけどそれを甘んじないというか甘んじてたまるものかっていうねなんか気持ちっていうのがなんかあればまだいけるんじゃないかなと思ってうんまだまだいけるぞとまだ。 まだなんとかなるんじゃないか。まだ、なんか、打てる手があるんじゃないか、みたいな。そういうところを、こう、少しずつでもね、こう、なんかやっていきたいな、とはすごく思いますね。はい。やっぱり、このこう、マイナス3をプラスに変えるっていう。だから、マイナス産がないと、やっぱり、やっぱ、頑張ろうっていうのがないんじゃないかなと思って、なんかう、うまく、トントン拍子にうまくいっちゃったら、それでも、やったーってなっちゃうんですけど、なんか、そこで、こう、いって、ガツンと、やっぱり落ちると、 甘くねえなっていう甘くないよなって考えながらさらにそのもう一度その気合いを入れるっていうか <laughs> うん,なんか頑張れるんじゃないかなと思ったりもしてはいということがなんかこう後悔っていう,ういうのがなんかすごくやっぱ後悔っていうのが引き金になってなんかすごく頑張れたりもするし頑張れなかったりもするしって本当になんか後悔っていうのは非常に 大事なななな感情なんじゃないかかっていうかあと自分の中しかやっぱこう分かんないと思うんでこの辛さとか苦しさっていうのは。でその自分の同じ苦しさっていうのはやっぱ共有できる方がいたりしてそれにやっぱ向かって立ち向かってる人っていうのはやっぱいるとやっぱ心強いなと思いますしね、うん、なんかそういうことをすごく感じますね。はいということで「気になる男」第236話ですね、えー、後悔をねどう生かすかっていうところの話を少し。 した、えー、させていただきましたはいということでありがとうございました次回もご参加よろしくお願いします次は237話ですねはいということでありがとうございました